マスターズ・オブ・ドゥーム、ハウ an ・ツー・ガイズ・クリエイテッド・アン・エンパイアートランスフォームド・ポップ・カルチャーは2003年にデイビッド・クシュナーが執筆した本。ID ソフトウェアとその大衆文化への影響について、コンピュータゲーム企業の共同創設者、ジョン・カーマックとジョン・ロメロに焦点を当てている。発売時にマスターズ・オブ・ドゥームは、非評価から好意的なレビューを受け、コンピュータゲームの本の ベスト・オブ・リストに数多く掲載されている。この本は後にパーマー・ラッキーに影響を与え、彼はテクノロジー企業を送る SVR を設立した。2019年に USA ネットワークは本作に基づいた潜在的なシリーズのパイロットエピソードを許可したことが発表された。デビッド・クシュナーはニューヨーク・タイムズ、ローリング・ストーン、ワイヤードなどの報道機関の寄稿者であった。 彼の最初の本であったことから、クシュナーは調査に5年を費やした。彼は対象者とのインタビューを実施するために、テキサス州ダラスに移動し、夜遅くまでインタビューを行った。ジョン・カーマック・ジョン・ロメロ、マスターズ・オブ・ドゥムは、ID ソフトウェアの共同設立者のジョン・カーマックと、ジョン・ロメロに焦点を当てている。この本は、二人のジョンのそれぞれの子供時代、1989年に、 ソフトディスクで彼らが初めて会ったこと、そして最終的に自分たちの会社 ID ソフトウェアを設立したことについて説明している。同社の最初の成功で人気を博した画期的なゲーム、コマンダー・キーンとウルフェンシュタイン 3D、そしてドゥームで同社が到達した新たな高みへの道について詳細に語られており、同社に前例のない成功、名声、そして悪名を与えた。 また、ID の次のプロジェクトである、クエイク及びロメロが会社を去った後のヨハと彼の新しいゲーム開発スタジオイオンストームの設立についても触れている。クシュナーはまた、ルームによって作り出された新たなゲーマー文化とその社会への影響について説明している。ゲーム自体は詳細に説明されているが、 本作でのクシュナーの主な焦点は彼らの制作を可能にしたダイナミックさと個性に当てている。彼はカーマックとロメロを ID ソフトウェアの原動力であると説明しているが、個性は非常に異なっている。ロメロは再現のない創造性とかなりのスキルを持っていると表現されているが、ゲームの壮大な成功によりロックスターのような公的人格を採用できるように、 なると集中力を失ってしまう。一方、カーマックは内向的な人物として描写され、その比類のないプログラミングスキルは ID ソフトウェアの主力であり、同社が非常に高度なゲームを作成できるようにしている。しかし、人と人とが楽しく一緒に働くことができる、社交上の常識にほとんど興味がなく、理解もしない。本能多くはこのダイナミックに集中している。 二人の男は最初はお互いをよく保管し合っていたが、最終的には対立が生じ、ロメロは会社から解雇される。同社の製品が使用する複雑で高速なゲームエンジンの熟練したクリエイターであるガーマックは、社内で唯一の消耗品ではないと繰り返し言及され、これが彼に大きな権威と影響力を与えている。ただし、この影響により、 ID ソフトウェアはかなり快適でなく楽しくない職場に代わり、技術的に洗練されているにもかかわらず、企業のゲームの反復性を高めてしまう原因となった。ロメロはその反対の立場に位置しており、彼の4ストームはデザインは法であると技術はデザイナーのビジョンを実現するために想像されなければならないのであり、その逆ではないという非常に楽しい職場であることを意図している。 しかし、彼のマネジメントと組織的な集中力の欠如は、貧弱で、経済的に悲惨な結果につながった。クシュナーは、小説のような語り口を採用しているが、マスターズ・オブ・ドゥームは、ジャーナリズムの作品である。作中のクシュナーのメモによると、同作は6年間にわたって行われた、何百ものインタビューに基づいている。クシュナーは、 コンピュータゲームジャーナリズムの分野への初期の参入者であり、本作では彼自身の独自取材の一部を再利用している。マスターズ・オブ・ドゥーム、ハウツ・ガイズ・クリエイテッド・アン・エンパイアトランスフォームド・ポップ・カルチャーは2003年5月にランダムハウスからハードカバー及び電子ブック形式で最初に出版された。ランダムハウスは発売前に本の抜粋を公開した。 ランダムハウスは後に、イギリスの出版社、ピー・トカスと契約を結び、2003年秋に、トレードペーパーバッグを発売した。クシュナーは、大ヒットコンピュータゲーム、ウルフェンシュタイン 3D、ドゥーム、クエークの作者である、ジョン・カーマックとジョン・ロメロの暗黒の世界を明らかにした。この魅力的な秘密の物語を読むことは、ゲームそのものと同じくらい中毒性があるブックリストの、 デビット・シグフリード、ニューヨーク・タイムズ誌のセスムーキンは、そのペースと詳細について本を説明し、印象的で巧妙な社会史と呼んだ。エンターテインメント・ウィークリーのジェフ・イエンセンが、B の評価をつけた。マキシーム・ PC のトーマス・エール・マクドナルドは、その3文と主題の表現を称賛した。エッジは、この本は、パトスのないギリシャのドラマのようなものだと説明し、この物語は、 ゲーム業界における人間関係の訓和であると付け加えた。ハードコアゲーミング101はこの本を非常に面白い、非常に有益な読み物であるとみなした。ポップマターズのスコット・ジャスターは、クシュナーの広範な研究とカーマック・トロメロのインタビューを称賛した。発売以来、この本はいくつかの最高のコンピュータゲーム本リストに掲載されている。 サロンの寄稿者であるワーグナー・ジェームズ・英雄は、本が優れていると宣言しながら、デイビッド・クシュナーがウルティマ・アンダー・ワールドと比較して、技術的メリットの点で、カッタコム 3D に過度の信用を与えたと批判した。バラエティのアンドナヒューは、二人のジョンの個性研究は興味、深いと考えたが、ゲーム業界以外に、ルームが与えた影響を広く見ることがほとんどなく、 この本には問題のあるトンネルビジョンがあると考えた。コンピューターゲーミングワールドのチャールズ・アルダイは本作を不器用に書かれているが、それでも魅力的だと読んだ。パブリッシャーズ・ウィークリーはクシュナーが二人のジョンのゲームの暴力についてあまりにも多くの余裕を与えたと考えた。同志はまた本の一部でナレーションの内容がないと批判した。 テクノロジー企業オクルス VR の創設者であるパルマー・ラッキーはマスターズ・オブ・リュームを読んだ後最初にバーチャルリアリティに興味を持つようになった。ジョン・カー・マックはその後2013年に ID ソフトウェアを退社しオクルスの最高技術責任者として働くことになる。2016年、クシュナーはプリペア・アッツ・ミート・ザ・リューム・マンド・モア・トゥル・ゲーミング・ストーリーズと題した。 オーディオブックのフォローアップを発売した。この本は、カーマックとロメロに関する、ウェア・ゼアレ・ナウ記事を含むクシュナーの長編ジャーナリズムをまとめたものである。この本の朗読は、ウィル・ウィトンが担当している。2005年、イオン・ストームの元最高経営責任者のマイケル・ウィルソンは、同書が彼が企業からの資金で BMW を購入するという、 疑わしい取引を行ったという虚偽の主張を行ったとして出版社のランダムハウスインクを訴えた。ウィルソンは出版社に5000万ドルの損害賠償と懲罰的損害賠償を求めた。ランダムハウスの広報担当者は出版社のデビッド・クシュナーへのサポートを発表した声明を出した。この本を映画本案する計画が最初に考案されたのは2005年のことであり。 プロデューサーのナレン・シャンカールがこの物語を元にして、ショータイムのテレビ映画を計画していることが発表された。しかしこの映画は、最初の発表を超えて実現したことはない。2019年6月には、USA ネットワークが本作を原作としてジェームズとデーブ・フランコのラモナ・フィルムズのレーベル下で、トム・ピッセルが脚本と制作を担当する、潜在的なシリーズのパイロットエピソードに許可を出した。 このシリーズが継続される場合、アンソロジーシリーズになることが予想されている。シリーズには、ロメロ役に、エドアルド・フランコ、カーマック役に、パトリック・ギブソンが出演するほか、ジョン・カーナ、ジェーン・アッカーマン、シオブ・ハン、ウィリアムス、ピーター・フリードマンらが出演し、リー・ストーマスが監督を務める予定。チック・デビット・クシュナーオン・マスターズ・オブ・ドゥーム。 ゲームスプイ P12004 年7月2日時点のオリジナルよりアーカイブテンプレートサイトウェブの呼び出しエラー引数アクセスデートは必須です AB マニューキン ID ビドザニューヨークタイムズブックレビューピアニッシモ272015年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブテンプレートサイトウェブの呼び出しエラー 引数アクセスデートは必須です。チャーロー、アンオードボール、ペアリングザットレッドツードゥーム、ロサンゼルスタイムズ、2019年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年10月31日閲覧。チック、デビッド・クシュナー・オン・マスターズ・オブ・ドゥーム。ゲームスプイ、P2、2004年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 テンプレート、サイトウェブの呼び出し、エラー、引数アクセスデートは必須です。スタッフ、マスターズオブドゥーム、geek.com、2019年11月6日閲覧。ジークフリート、デビット、マスターズオブドゥーム、ハウツーガイズクリエイテッド・アン・エンパイアートランスフォームド・ポップ・カルチャー。ブックリスト99、1361、一瞬00067385。 ブロックウェスト2億3560万8115ジェンセンマスターズオブドゥームエンターテイメントウィークリーピアニッシモ74752019年10月30日閲覧ワイルドウィーゼルマスターズオブドゥームハウツーガイズクリエイテッド・アン・エンパイアートランスフォームド・ポップ・カルチャーハードコア・ゲーミング1012019年11月7日閲覧 ジャスター、マスターズ・オブ・ドゥーム・エグレート、マンヒストリー・オブ・ゲーミング、ポップ・マターズ。二千十九年十一月七日閲覧。ギルバート、ジュー・グレート・ブックス・ザット・ウィル・ティーチユー、アバウト・ゲーミング・ヒストリー。ゲームズ・リーター。二千十九年十一月六日閲覧。ダ・ベン・ポート、ザ・ベスト・ビデオ・ゲーム・ブックス。PC ゲーマー。二千十九年十一月六日閲覧。プティ・テク。 エーゲーミングブレイクスリードディーズ10グレートブックスアバウトザホビーユーラブデジタルトレンズ2019年11月6日閲覧 au マスターズオブドゥームサロン2019年10月30日閲覧出展が入力されていませんゴールドサラカイチェナウスエミリーゼレスキージェフノンフィクションブックレビューマスターズオブドゥーム パブリッシャーズウィークリー25062一瞬 000019https コロンスラッシュスラッシュ w w w p u b l i s h e r s w e e k l y c o m スラッシュ978-0-375-50524-9スタッフハウエブックアバウトドゥムインスパイアードザオクルスリフト ワイヤード、二千十九年十月三十一日閲覧。ストバー、カイテメジアトレ、プリペアアーツ、ミートザイルーム＆マートルーゲーミング。ストーリーズ。ザ・ブックリスト78、百十二、七十八、一瞬、零零零六七三八五。キースリップ。スティーブン、マスターズ、オブリーム、ロースート。ブルース・ニュース、二千十九年十一月四日閲覧。マラーゴス、ラウンド、アップ。 マスターズ・オブ・ドゥーム・スーツ、スライム・コントローラー。ギャモストラ、2019年11月1日閲覧。ギブソン・ドゥーム・ブック・パブリッシャーズ・スド。ユーロ・ゲイマー、2019年10月30日閲覧。マーチン・ショータイム・エス・ドゥーム・デイ。バラエティ、2019年10月31日閲覧。アンドリーバ、USA ・ネットワーク・オーダーズ。 マスターズ・オブ・ドゥーム・パイロット・プロデュースド・バイ・ジェームズ・アンド・デーブ・フランコ。デッドライン・ハリウッド、2019年6月27日、閲覧。パクッキー・マスターズ・オブ・ドゥーム、エドアルド・フランコパトリック・ギブソン2スター・イン、USA ネットワーク・パイロット、ホーモア・キャスト。デッドライン・ハリウッド、2019年9月26日、閲覧。ありがとうございます。